これこういやこれ興奮しますよね。これこれはやばいっすよ、うん、これはやばい。アピストパラダイスですよ。これやばい、やばー。皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今日は千葉県にお住まいのちかさん、ゆうきさん宅に来ております。私の大人気コンテンツであるアクアリスト宅訪問ですが、今回も本当にすごいのでぜひ最後まで見ていってください。うわー、めっちゃおしゃれですね。大きな水槽や小さな水槽がたくさん並んでおります。チカさんは南米の宝石とも言われるアピストグラマを飼育繁殖なさってる方です。今までの固定概念がぶっ壊れる超衝撃映像もありますので、ぜひ最後まで見てください。今日はホームパーティーということもあって、皆さんと一緒に楽しく撮影していきたいと思います。うわー、すごいっすね。これ全部自作ですか？自作です。こういうの全部揃えたら相当高くなっちゃうんですけど、それをこう自作でアイディアで。あ、今からですか？あ、素晴らしいっすね。うわー、いつに何を入れたかとか、これは浮上したかとか。もう最近サボって書いてないっすわ。この水槽台も手作りですか？圧巻ですね、このアピストマンションは。絶景のアピスト水槽です。これ横幅は1200ですかね。1204538。1204538。じゃあちょっとロータイプなんですね。あ、でもリビングにこの素敵な宝石たちがいるわけですね。はい、めちゃめちゃ仲いいやん。はい、全然こう我々のこう固定概念が崩されるというか。そう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 。やっぱこれだけいろんな種類入ってると仲良くせざるを得ないんですかね。なんかね。でも結構意識が分散するんやん。あっちこっちに特定の子をいじめるっていうよりかは。意識が分散するんですね。面白いのがでかいからで勝てないし。おお、大きさだけじゃ勝てないですね。こいつやられるだろうなっていうのも言ってたりするし。うーん、そこの片方ぐらい、あれぐらいの大きさだったらもう、中途半端に少ない方が余計にやられますね。キリネもロッカーが多くて悪いことはそんなないですよね。それがこのやっぱりこう苔が全然生えないような環境を作り上げてるんだと思います。本当に、あ、いい子ですね。本当にいい子、素晴らしい。うん、ありがとう。何もソーリスって言われ1200の奥のアピストがこんな綺麗に見えてるなんて、水がキレッキレな証拠ですね。このアングルやばい。いっぱいいる。これすっごいっすよ、これ。うわー、これこう、いや、これ興奮しますよね。これこれはやばいっすよ、うん、これはやばい。アピストパラダイスですよ。これやばい、やばー、震えが止まらん。これはやばい。これ毎日見れたらやっぱ癒しやですよね。おお、すごい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 。しかも完全に調教できてる。わ、完全に寄ってる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 。これ横やばいっすよ。おお、うわー、餌くれると思って。やば寄ってきてる。うわ、全然沈んでない。これ皆さん今すごい映像見てますよ。これこれはすごい。これやばいっすよ。さあ、いよいよ開けちゃいますか。ブラインちゃんが与えられました。チカさん、それで大体何日ぐらいかかると思って。これ今使い切る。今使い切る。そう、こんだけの量だ。おお。
やはりこのご飯を食べてるシーンを見るっていうのが飼育の醍醐味の一つですよね。うわあ、来るよ。俺目の前だぞ。よしよしよし。じゃあ。おお、来た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 。うわ、すげえ。これはグッピー水槽です。まさにグッピー水槽だろ。うわ、すげえ。これ信じられない光景が広がってますね。すごい神秘的。ほんとグッピーですかっていうぐらいたくさんいます。いや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 、すげえ。後ろ側いいな。やべえなこれ。いや、いいもん見れたなっていう。いや、もう神秘、もう神秘的すぎて自然と正座しちゃいますねこれ。ほんまに正座してる。うわー、美しい。すげえ。ライン沈んでいくから。ハハ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 ハ。ありゃあ、かわいい。うわぁ、大丈夫っす。すごいっすよ、この多忙が。すごい、かわいいでちゅね。どうも、こんにちは。なおの軍曹です。ご飯を食べてる。すごいちっちゃいな、これ。2回までごめん。そして結城さんもすごい方なんです。アピスト関係のさまざまなグッズを販売。私も T シャツやパーカーやマグカップやステッカーなどさまざまな商品を買ってます。とってもおすすめです。リンクを貼っているのでぜひ覗いてみてください。はい、どうも、クリです。いや、こんばんは。クリさんもあのガンガンちょっと一緒に喋って撮りましょうよ。本当にせっかくのコラボなんですか。コラボなの。ご覧ください、このアピスト水槽。かっこええわ。ここまで本当にアピストが入ってる水槽見たことないですよ。ねえ、お店かいう。お店でもない。お店でもないですね。見たことないですね。最高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 。これおまけで使っていいですかこれ。オフショットで使っていいですか。今日パーティーですみたいな。すごい。こちらも手作りですか。その、キッチンペーパー回す棒も手作り。これはアクアリウムショップダイソーで。アクアリウムショップダイソーで。アクアリウムショップダイソー。なるほど。すごいな。もうこれも手作りだったら一体何の人ですかってなっちゃう。プラスチックはちょっとできない。その分かんない状況で導入できない。高さが低いとここの空間が使えない。高さがある分こうここまで入れる。追っかけてるもんね。視界を一回遮らなきゃいけない。
サイゲンって何なの、端っこにも茂みにビューって入ってるの、見られてるから捕まるから。アピストダメージを起こして